どうも皆様こんにちは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代フリーター、ただいま山梨県リゾートバイトでお邪魔しております。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなって思ってくださった方はチャンネル登録や高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで今日はリゾートバイト山梨県、お世話になった寮から退寮します。退寮とは簡単に言うと出ていくっていうことです。職場の方にご挨拶など済まして山梨県から去ります。さようなら山梨県。ということで今日はリゾートバイト大量日のリアルをお届けします。ちょっとね、寮の中などもちょっと見せるんですけど、本当にリアルをお届けしたいということで、2ヶ月間お世話になった寮の中をご覧いただくんですが、私は整理整頓が普段できていない男なのでちょっと汚いと思うんですけど、ご容赦ください。今から掃除などをやっていきます。まずはですね、しばらく使わないであろうこういう仕事着を圧縮袋に入れていきます。ちなみに圧縮袋はセリアのものを使ってます。めちゃめちゃ便利で使いやすいです。はい、制服なんかの圧縮は終わりました。そしてポット、タイガーのポット、こちらはコーヒーを毎朝いただくのに本当に重宝しました。ありがとうな。次のエアビー先ではポットが常備されているので、しばらく自分のポットは封印です。はい、ということでちょっとシーンが飛んじゃってるんですけど、掃除が完了して準備完了です。掃除が完了して準備が完了、完了完了。ということで先ほどのビフォーからアフターをお見せしたいと思います。こちら先ほどの状態から1時間半後の状態です。荷物渋滞、はい、1時間半ほどかけて清掃が完了しました。ということで今から職場へご挨拶や制服の返却などを行っていきたいと思います。はい、ただいま職場にご挨拶と、まあ、返却するものを返却など行ってきました。いや寂しいですね。最後にご挨拶言ってもですね、あ、もう帰っちゃうのとか、またおいでよって優しく言ってくださる方がとても多くて、あ、本当に働けてよかったなって思う、そんな職場です。本当にありがたい。ということで次は先ほど寮で渋滞を起こしていた荷物を車にこちらに詰め込みたいと思います。こちらに約2ヶ月間お世話になりました。荷物は積み終わり、中はこんな感じです。車内がパンパンです。パンパン。はい、ということで荷物の積み込みが終わりました。これにて大量の、まあ、手続きとか準備は終了になります。だいたいですね4時間ぐらいを費やして、荷物の整理から職場へのご挨拶、寮の方へのご挨拶、そして鍵の返却などを終えております。まあ、まとめますと、大量日にするべきことっていうのは、まあ、寮の清掃、自分の荷物の整理整頓っていうのと、職場へのご挨拶、寮の方に鍵を返したりとか、そういう手続きですね。まあ、それくらいで大量はできますので、そんなに難しいことはありません。職場の方も何をすべきかっていうのを事前に教えてくださいますし、わからないことは、まあ、職場の人に聞いちゃうのがいいと思うので、まあ、職場の方や派遣会社の人に聞いてみて、大量の日を迎えてほしいなと思います。はい、ということで今日は、リゾバの山梨県編、大量日をお迎えしたっていう動画でございました。まあ、これがリゾバをしようとしている人の参考に少しでもなれればこれ幸いでございます。ということで本日も皆様ご視聴ありがとうございました。本日も一日お疲れ様でした。明日も良い一日を。じゃあね。